で、俺行ったぞ、ほら。え、てかめっちゃ食ってないの行ったぞ、俺。すごない。ありがとうございます。じゃあ、カラオケに来て何曲も入れるやつあんま好きじゃない。いや、個人的な見解。でもスリックどう？俺は結構気使って久々の黒マスクジャッシン。俺はいつもいっぱい入れちゃいますよ。聞いてね。来ました。初めて。こういう雰囲気で撮るの初めてじゃん。そうなんですね。こっちの方がいいじゃん、店より。そうなんです。なんかね。ね、ごめん。ということでね。YouTube っぽい。ライトいらないし。ここどこかわかります？どこ？東京。そう、東京の歌舞伎町。歌舞伎町、そう。どこ？一丁目。パセラでーす。パセラですね。まあ、パセラに来たらカラオケしかないんじゃないですか？違うんです。言い方どうしたの？違うんです。え、パセラのデザートといえば何か知ってる？バニラとかじゃない、普通の。あ、バニラアイス？じゃなくて。何？こちら！デレン！ハニートゥース！あー！ハニートゥース！ハニートゥース！ということで、はいはいはい、こちらのね、パセラミールズハニート、普通、うんうん、何人かで食べるんですよ。シェアして一斤あるんで、金金やります。だまあ言ったらもう食ポン一斤、まあ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 、とりあえず頼んでみましょうか。今日は何、食レポ的な感じ？違います。え、一人一個食えるまで帰りまって仕事できません。よしよしよし。これ何、これ分厚すぎん？いや、これパン全部。まあまあまあ、じゃあ頼んでみよう。頼んでみましょう。一回無理や。電話して、そっから。いや、電話なんかしなくても俺がここに持ってくるよ。え、そうなの？行くよ。何があるか。うわー、出ました。早ない？すごない？うちの優秀なスタッフ。すごいな。大きいよ、顔と比べて。おー、すごい。いや、本当にね、ちょっと近いね。これが何？ハニートゥース。トゥース。違うな。え、これ、うまいとこ。お前、おい。これは俺、チョコが好きだから、ベリーベリーベリーチョコ。いや、違う違う、ショコラショコラショコラ。これが、王道のナンバーワン。ナンバーワン。王道のチョコバナナ、チョコバナナ。ってことで、ちょっともう鼻も減ってきたんで、どんどん食べていきましょうか。感想とかいいから、え、遅かった人は、もう一品です。は？帰れんやん。じゃあ帰りますよ。なんだっしょ。見たことねえわ、こんな。ということで、はい、いやいや、行っていきたいと思います。用意スタート。これジャスの大好きなバナナから行こうかな。一番全部スプーン。あ、うまい。待って、すごい。これさ、こうできる。え、すごい。え、なにこれ。え、なに、すごい。ちぎれ、手でちぎれ。てか、中、蜜入ってない、これ。ね、うまっ。うまっ。うまっ。あんま、あんま、はや。うわ、めっちゃうまっ。うわ、こう、バニラアイスを乗っけてね、こうやって。普通にうまっ。マジで、え、うまっ、うん、こんな感じですね。ちぎれるようになっちゃう。はい、うまいわ。うん、うまっ。これいくら？1500円。1000円ぐらい。いや、高っ。てか、すげえ蜂蜜ついてんな。てか、中に入ってるの。甘々甘々。甘いからね。うん、これなんかな、うん、うん、これ30超えて食えんね。まあまあまあ。だってさっきさ、今食ってるけど今。店員さんにさ、うん、1個ずつ頼んだ時さ、うん、すいません、1つ一気にあるんですけど大丈夫ですかって言われた。うん、大丈夫じゃないって思うよ、俺も。でもうまいわ、普通に。ビビった。カロリー5万ぐらいある。だからあるな。さっきカラオケ歌えばね。カラオケ歌ったらゼロです。カロリーゼロですね。待って、これ女子は好きよ。うん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 。じゃ、食ったことない人は食ってほしい。女は絶対うまいのこれ。うん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 。アイス溶けたし、アイスがしかも溶ける前に食わないかんやん。そう、なんかタイムアタックだよ。うん。ゲーム性もある。あ、ほんね。これかけたやろ、ソース。いや、甘そうやね。やっぱパセラさんすごいな。うわ、すごい。ほら、エッチだな。何がエッチなの。これ絶対甘いっすね。もう、もうメープルメープルメープルしてるな。超合金。うん、うわ、あんま、これやばい。なんでこれやばい。これやばい。どのくらい甘い。ゆとり教育ぐらい甘い。甘いな。一番甘い。甘い。甘い。これ甘いよ。どのくらい甘い。見たいんやろ。3人兄弟全員男で、4人目にやっと女の子生まれた時の教育ぐらい甘いな。多分親、多分激甘だろうな。コーヒー頼んでダメ。いいよ、ブラックコーヒーあり。でも、もう一番遅かった人もう一気だからね。まあな。食べれなかったらあれだよ。うんうん。何で、俺ら大人の、しかもさ、酒飲みの男でタバコも吸うしさ、やっぱ甘いものは耐性がないよね。これ無理だ、俺もいらん。早っ。お前が思ってるよ、先輩きついわ。うん、俺も生田の大食いやってきたけど、うん、いや、そんなしたことないやろ。何やろ、いろいろやってきたけど、俺
これきつい。これはきついわ。これジャスにも食えって言えないもんね、これ。無理よ。うん。でも俺行くわ。それ若さやったら。いや、絶対30過ぎの男性食えんけん。うん。いや、そうさ、年上で甘いのやめようぜ。俺ら好きなことでいいっしょ。いや、これ好き。好きじゃないこそやらされてるよね。そうそう。うん。震えてきた胃が。どう？塩昆布食いでそこ落ちて。うまいよ。これだけは嘘じゃない。うまいんだけど、食えん。え、俺行ったぞ、ほら。え、てかめっちゃ食ってないお前。行ったぞ、俺。すごない。土台まで行ったぞ。え、すごくない？ちなみに俺甘いもんあんま好きじゃないからね。お、俺も無理。あんめー。ちょっと待ってね。糖尿病やから医者に食うなって言われた時にネギ食え食ってもいいよ。分かる分かる、うん、俺もない。そういうのやめて。俺もそうだね。糖尿病なんやだから今スリーじゃんみたいな顔してねえ。ホゲいやホゲやでもお前全部食うの食いますよ。マジ言ってんの。いや多分そこやばいよ。やばっ。ちょっと待って、あのね、シロップがもうやろちょびちょで、ね、やろ。俺甘いもん本当に、ね、好きじゃないから。俺もあの一口なら食べれる。日本人食べるもの何にも粗末にしちゃダメでしょ。いや、それ日本人以外でもいい。いや、めっちゃ食うな、お前。いや、もう、結構。いや、食えるでしょ。ポケコッコー。え？ポケ？いや、俺は食うよ、でも全部。本当に。いや、見てよ、この。いや、あの、俺は美味しかったから、他の人にも食べてほしいなと思って。誰かに渡すの？じゃあ。うん。誰に渡すの？あの、授業員。まあ、持って帰るんだよ、じゃあ。そう。出すよな。俺、食え。え？すまん、俺食え。いや、珍しいよ、ジャスがここまでね食えないっていう。よっぽどきついんやろ。無理、うん、お前だけ、お前だけ食えよ。大食え。お前だけ食えよ。面白いっす、うん、なんで逆に。え？いや、お前だけ。俺らはもう謝るってんだね、うん、いや、なんなら俺が一応食ってるし。いやいや、食えよ、全部ね。でも、お前食うんやね。すいません。え？俺はもう食えますね。ハニートプリングホットキャンシャス。ハニートプリングホットキャラメルソースとショコラ、ショコラ、ハニート。はいはい、大丈夫です。あと、お水も3つください。はい、お願いします。